はい、どうも皆さんこんにちは、キヨピーです。演奏を聴いていただきましてありがとうございました。今日はですね、グリーグの作曲した、叙情小曲集の中から、野草曲、ノクターンを演奏させていただきました。美しかったでしょう、この曲。僕大好きなんですけど、この曲ね、本当に叙情小曲集の中でも屈指のロマンチックさを誇る曲じゃないかなと思います。他にもいろんなね、有名な曲あります。小人の行進だとか、あとは春によすとか、そういう曲も有名だったりしますよね。この曲本当に僕はそっちを弾こうとして楽譜を買ったところに、いろいろページをめくってたら、ノクターンなんて曲があって、面白いところがあるじゃないと思って、弾き始めてみたら、なんだこの美しさはっていう衝撃を受けたっていうことがありました。まあこの曲に関してはですね、本当に曲が助けてってくれるなと思います。本当にいろんな箇所が出てきてくれるので、最初はね、本当に静かな静寂の中から出てくるような、そんな伴奏系に、そのグリーグのよくあるそのターンタランタンとか、その半音下がってさらに3度下がる、グリーグ特有のやつなんじゃないかな、ノルウェーのなんかなんでしょうかね。そういう、グリーグらしいメロディー感だとか、あと途中で出てくる、何でしょうね、小鳥の、野草曲なんで、あれですかね、ナイチンゲールでしょうかね。そういったその鳥の、鳴き声のようなトリルだとか、あとは何でしょうね、あれはもう夜風がふわーっと吹いてきたような感じなんですかね。いろんなその情景が思い浮かぶような、いろんなことが起こる曲だなと思います。演奏の、今日この曲の演奏のポイントなんですけど、一つ思い浮かぶのは、やっぱりその8分の9っていう拍子じゃないかなと思います。8分の9、つまり複合三拍子っていうやつなんですけど、複合してどうすんねんって話、複合三拍子というやつなんですが、要するに8分音符の3つの塊がさらに3つ並んでるっていう状態なんですけど、これ多分と不得意な方は多いんじゃないかなと思います。普通ね、4拍子とかそういうのに慣れてると、タッ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 ていう、この3拍子かける3拍子っていうのが結構難しいって思う、その拍子の取り方がちょっと分かんないっていう風に思うような方もいるんじゃないかなと思うんですけども、これはね、本当にこの曲の場合に関して言うと、もう本当に伴奏をちゃんとその味わって、和音の移り変わりだとか、その辺を弾いていくって、その辺を味わいながら弾いていくことで、そこはあまり気にしなくても大丈夫なんじゃないかなと思います。ただその中で2連符が出てくるんですよ。2連符かける普通の8分音符の3つのやつなので、こんな感じですかね。こういう感じの手で笑わせて分かるのかって話なんですけど、タンタンタラタラに対して、タタ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 タ、これですね、203連ってやつが肝になってくるのかなと思います。これがね、ちゃんとメロディーのラインに乗って滑らかに、タンタタタンタンタタタなんて、そういう風な頭を振って数えるようなところじゃなくて、自然な流れで、これが滑らかにその演奏できるようになると、この曲に関しては強いんじゃないかなと思います。そうですね、それとプラス静寂の使い方ですかね。この曲すごいポイントになるのはそこじゃないかなと思います。最初の弾き始めの雰囲気作りだとか、あと途中にもね、そのトリルが一個終わってから静寂があったりだとか、そういう風な部分もあったりするんで、そこはちゃんと音を切って静寂にしてあげるみたいなことをできる勇気があるか、そういうところも問われるんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、この曲ぜひ美しいし、そこまでそこまで難易度が高いわけでもない、叙情小曲集の中にある曲ってそんなに難しい曲ではないので、ぜひ挑戦をしてみていただければなと思います。はい、ぜひ
この今日の演奏良かったよと思ってくれた方だとか、この曲自分も弾いてみようと思うぞ、楽譜を買いに行こうなんて思っている方いらっしゃったら、ぜひ高評価お願いいたします。またね、演奏動画上げていきたいなと思いますので、またね、他の講座動画なんかまた新しいものを考えてますから、ぜひそちらもチャンネル登録をしてお待ちいただければなと思います。それでは、ありがとうございました。キヨピーでした。